6月21日のケリヒメスイーツムニーですね。来月の21日は大変だね今日は何の日なんだろう。ムニーマンの日とかは入るのかね。さてババロア学園はあともう一箇所かアイテム取ってないの。カレット特注カバン、あ戻ってバグんないでこれはあの画面キャプチャーの不具合じゃありません蹴り不具合です。姫不具合です。プラチナドロップをアップしてこれどこですか。多分皇帝だよね。うん、ババロアなんちゃらのが入ってるんで。で装備はちゃんとあれのままか。皇帝の鍵、そうだね。レッツゴー。昨日の動画の後はプレイしないからそのままのはずだ。馬がいっぱいいるな馬といえば FGO とあの JRA だっけ、かなんかのコラボやってたね。ここの残りはあとはプラチナドロップのだから、うん、ドレスで確率アップさせやすいし、取るのはおそらく容易かなと。っていう時に限ってこういう簡単なところに限って何周もする羽目になったりね。でもさ、各ステージ20回やらなきゃいけないんでしょ。もうちょっとかっこいいですね。アイテムドロップ無視して、もう乱入ボス出さずにとっとと回っちゃってもいいかもね。3ウェーブで短いんだけども、乱入を抜けばね。ただ経験値が美味しくないから、なんかそういう周回する価値自体がすごく少なく感じて、それで周回自体が、うん、労力だなーって思い込んじゃうんだろうな。さあこの1回で落ちてくれればいいけども。さあ今ドロップしたプラチナ、おそらくこれがそうでしょう。無事1回で落ちてくれて助かった。ちょん、特注カバン、特注のカバンちゃん、カバンちゃん作られちゃった。2人もらおうもらえる、希望すればもらえるものなのか。止まらないで今度は通信が止まってる。なんで重いんですか、ケリ姫が。さほど重くないはずのゲームなのに。さてこれで達成報酬はあとは回数クリア系だね。プレチ系をなんとか頑張って取るか。うん、このウェディング系は何を取ってて何を取ってなかったかがね。表情のウェディングもあとは回数系か。うーん、25回のプレチケと30回のメタグリ、そのあたりは欲しいけどね。あとはなんかどのキャラだけかな、うまいことあのキャラだけのサーチする、うん、ジョブとかを使えばこの王冠何個以下クリアも割と楽になるかもね。レッツゴー。カステーラのあたりのだったらちょっと入っておきますか。お、この4コマ目いいヒップが見えてますねヴァンパイアハンターのリリスだっけ、思い出すね。このカラーリングは悪魔系で言えば最近はやっぱあれヘルテイカーだよな。もうゲーム自体はちょっと前になるけども、あれのイラストがね、うん、タグで検索するといいイラストがたくさん出てくるから眼福ですよ。最近ちらほらあれのコスプレイヤーも出てきたね。キャラによっては服自体がシンプルだから、うん、割りかし用意しやすいだろうね。まあ目のところは加工したりしてと。眼球が特殊なキャラって難しいよね。
眼球の門とかがさ、向きが決まっちゃってたりすると、まあそういうのこそね、後で編集で目だけ直してってすればいいけど、特殊なんだと分かりやすいんだとあれだよ、鬼滅の12気づき、文字書かなきゃいけないから本物のコンタクトにあんなことできないからね、後で隠しかないと。ただイベント映えが難しいよね。東京グールのキャラとかもそうだね。あれもやっぱ編集で目のところをさ黒くしたりするけども、現実の方だと、グールの状態を抑えた状態のコスだったらいいけど、あれもなかなか難しいね。カラコンはあってもやっぱ限度はあるから、昔に比べたらカラコンさ手に入りやすくなったし、めちゃめちゃ安くなったよね。俺コスプレ始めたのが2013年なんだけど、その頃一回使い切りのカラコンってなんかあんまなくて、だから結局なんだろう、一月使いとかのやつ、一枚ね、そこそこ値段するやつ、そういうの使ってたけども、今それこそ1枚100円以下ぐらいで買えるでしょ。6枚入り10枚入りとかの、もちろんメーカーによってピンキリではあるけども、質もね。ただそれぐらい、まあ5年ちょい前、それぐらいと比べると相当買いやすくなったよ。カラーリングもめちゃめちゃあるからね今。あとはキャラカラコンみたいな、さっき言ったもんじゃないけど、そういうのもちょっとねついてるやつとかもあるし、普段使いにはまあさすがに向かないよもちろん普段使いは普段使いのカラコンでね、いいのもいっぱいあるんで。ただメーカーによってはサンドされてなくて、片側こすったら落ちちゃうようなね粗悪品、海外製の粗悪品とかあるらしいから、通販とかで買う場合はちゃんとねそのメーカーとかで調べて大丈夫かどうかを確認してからがいいかも。じゃあ今日はとりあえずこんな感じで、ババアロアのドロップ品は揃いましたな回でした。また明日。